フェオダクチラムは植物プランクトンである形相の属の一つ。フェオダクチラム属には P トライコーンとムただ一種が含まれるため特にこの種のことを指す。フェオダクチラムは口実の特徴から典型的な形相とは言えないがモデル生物として最も研究されている形相の一つである。本種は形質転換や内の手法が確立されており分子生物学。 分子電学のツールとして利用されている。他の多くの系状とは異なり、フェオダクチラムは異なる3種類の細胞形態を取る。防水系の細胞は不動だが、卵型の細胞は、規物状を張って移動する。防水細胞の長さは25-35マイクロメートル、卵型は直径およそ8マイクロメートル3マイクロメートル。三角形の細胞は、比較的稀である。 この形態の変化は環境条件に左右され、また株により形態変化の傾向が異なることが報告されている。フェオデクチラムの基本型は防水系だが、一部の株は低温や低塩などのストレス条件にさらすと卵型が誘導される。三角形の誘導条件は定かでないが、浸透培養によりこの形態が出現する例が報告されている。このような特徴は、 細胞形態の制御や形態形成の分子機構を解明するために利用される。いずれの形態の細胞も内部に揚力体を一つ持つ。各表面の乗船や訪問は光学顕微鏡では確認できない。軽相でありながら、フェオダクチラムの細胞壁はほとんど計算化されていない。他の形相と同様の計算比較が形成されるのは、 計算存在下で培養された卵型の細胞のみである。したがって、本種の計算要求性は通性であり、計算欠乏条件でもある、程度増殖することができる。防水系の細胞は、シャクラースティリアムに形態が似ているため、N クラースティリアム F ミヌチッシマと呼ばれる系統が、長らく生理実験に用いられてきた。これがご同定であり、実は、 p トライコーントムであると判明したのは、電子顕微鏡による、形態観察が行われるようになってからである。一般に、形相は、無症生殖を繰り返すと、細胞の大きさが減少して、生育不能となり、それ以上の形態のためには、有性生殖によるサイズの回復を経なければならない。しかし、フェオデクチラムの無症生殖は、サイズの低下を伴わないとされ、 有性生,生殖なしで培養株を維持することができる。一方、有性生,生殖を行うのかどうかは確認されていない。2012年までに全ゲノムが解読された形相は2種あり、その一つがピートライコーントムである。フェオダクチラムのゲノムには幻覚生物由来と予想される配列が10%程度含まれており、この割合は他の基地の真核生物のそれと比較してかなり高い。 ゲノムが解読される以前より、本種は絵解析が進められてきた生物でもあるすでに3万以上の絵がデータベースにまとめられ、公開されている。軽相類は一般に貯蔵物質として、トリアシルグリセロールを生成し、細胞内に油滴として放含する。フェオダクチラムはタグと共にエーコサペンタエン酸を多く産生することが知られており、 脂肪酸合成を促進するような培養条件の検討や、有望株のスクリーニング、脂肪酸代謝経路の解析、効率の良い抽出方法の検討などが進められている。長官体の岩場に生息する、おそらく世界的な不変種である。フランスやドイツなどのヨーロッパ近海、またカナダのノバスコシア州などで分布の報告がある。ありがとうございます。